生体防御医学研究所の山西義弘です。バイオと IT の融合分野であるバイオインフォマティクスの研究をしています。生命科学におけるビッグデータをコンピューターで解析することで、病気の原因となっている遺伝子やタンパク質を発見し、それを医療や創薬に応用する研究を行っています。 様々な病気の治療薬を作るために、ゲノム、遺伝子、タンパク質、低分子化合物、病気、臨床試験に関する膨大なデータをもとに、人工知能の基盤技術である機械学習やパターン認識の手法を開発しています。特に、キー承認薬や、過去に医薬品開発に失敗に終わった化合物の新しい効能を発見して、別の病気の治療薬として開発する、 ドラッグリポジショニングを行っています。薬の分子的メカニズムを明らかにして、その薬が効く可能性のある病気を論理的かつ網羅的に予測するアルゴリズムを開発しています。新しい薬をゼロから作る従来のやり方ですと、成功確率は三番分の一と低く、 一つの薬を作るのに平均1000億円、最低でも10年以上かかります。ドラッグリポジショニングの場合は、既存薬は人での安全性や製造方法などが確認されているために、創薬の工程が大幅に効率化できます。我々の技術が実用化されれば、病気で苦しんでいる患者さんにより早く、 より安く必要な薬を届けることができるようになることが期待できます。国の医療費の削減にもつながりますし、コンピューターに基づく創薬は資源を浪費しないのでエコにも貢献できます。モットーは、大学院生の時の指導教官の受け売りですが、自分が第一人者になれるような道を自分で作ることです。 他の人がすでに取り組んでいる問題ではなく、新しい挑戦的な問題を自分で見つけて、独自の切り口でアプローチすることが重要だと考えています。そのためにも自分の専門分野以外の人たちと交流し、異分野の考え方の違いを楽しみ尊重し合うことは、これまでと全く違った発想を生み出し、独自のアプローチにつながります。私は数学が専門でしたが、 医学、生物学、化学、情報工学の専門家と一緒に、当時未開拓だったバイオインフォマティクスの研究に取り組むことで、世界が大きく広がりました。海外の大学の研究職のポストを得ることにもつながりました。人との出会いで最初の目標がもっと大きな目標に変わることがあります。一つのことだけにこだわらず、 視野を広く持って、一期一会を大切にしましょう。